はい、こんにちは、ずいふうさんです。昨日の7時過ぎですか、南の空にね、火球がスーッとね、走りました。まあそれを見ながらね、いやー、またちょっとどういうことが起こるのかなということでね、先星術的にはね、流れ星って何ですかとね、いうことになりますけど、いいことではありません決していいことではないというね、ことで、まあ今までもね、例えば、いや、わあ、双子座流星群だから、群だから、なんか綺麗ですね、みたいな、なんのことはない、ね。交通関係だったりとかね、流通関係に問題が起こったりとかっていうね、ことがしばしば、ね、あります。双子に関係する初等教育に問題があったりとかね、流通関係だったり、運輸関係、ね、交通関係、運輸関係、ね、あるいはマスコミ関係で何か起こったりとかね、するわけです。ですから、まあ流星群、獅子座流星群だみたいなね投資関係だったりとかね、まあ獅子座だったら、まあそのサインによって、いろんな問題が起こると、いうことでね、じゃあ昨日はどこを通ってたとね、お牛座とお羊座、を通してスーッと流れていったなとかね、思ってたんで、いやー、なんだろうなって。だから、お羊座ってやっぱり火が関係した、山火事かなとかね、またどっかでアマゾンとかがもうね、日本の面積の30倍以上焼きましたとかね、またそんなのが起こるのかなとかね、火に関することとかね、まあそうですよね、火、まあ気候が暑くなるとかね、やたらこう熱波が来るとかね、まあそういうようなことで、まあ、お牛ね、お牛っていうと食べ物とかかな、ね、食べ物で何かあるのかなとかね、いうことだったりとか、まあいろいろね、考えました。ですんでね、いやー、まあでもかなり大きなね、火球だったんでね、まあ関東っていうことなんでね、まあこれも一つのサイン、一つの占星術ということなんでね、まあ、以前ね、その年表を買ってきてね、どの辺にで、まあ流星群とかも今月の13日からまた、起こるというね、双子座流星群起こりますよとかね、占星術に関する事件とかね、まあ、前はね、それ見て買って、ああこの辺でこれが来るなとかね、チェックしてましたけどもね、まあ今回ね、火球が突然現れたというね、ことなんで、だから衣食住に関することなのか、基本的なことですね。だから基本的なことね、我々が食べていくね、生活していくね、まあ暮らしていく、住むところ、そういう衣食住に関する基本的なね、ところ、あるいは生殖ということで、今だからね、精子が減ってるんですって。若い人のね、若い人の精子がだんだんこう減ってきている、まあ昔はもっといっぱい精子の数がたくさんあったらしいんですけど、だんだんね減ってきて、生殖自体がね、で、まあ、にもう生殖がないっていうと、ね、生殖能力落ちるってことは、もう人類滅亡しちゃうんじゃないかみたいなね、いうことでね、そういう問題かなとかね、いろいろ思いました。ですんでね、まあ何が起こるんだろうね、いろいろね、で、まあ、お牛の惑星長ね、惑星直列が大牛で起こった時に何が起こったのかね、大牛の支配星金星、金星の年齢域である高校生、
校生が切れた、ね、切れてバスジャックを起こしたっていうね、事件とか起こったりとか、あ、これだったんだとかね、問題、それぞれのサインで、起こる問題で、その時もね、惑星直列あって何が起こるんだろうと思ってね、なんだろうと思ってたら、そういうバスジャックが起きたりとかって、しばらくね話題になりました。でコメンテーターが出てきてね、最近の、ね、高校生は、ね、こういう感じなんだって、ね、そんな議論もされてましたよね。ですんでね、まあ、今回、まあ、大牛から羊、ね、魚まで行ったのかな、魚まで行ったのかな、まあ、その辺はちょっとね、まあ、自分の目視なんでね、目視、まあ、正確なこの天体観測ではないんでね、だいたいその辺かなっていうね、感じなんでね、まあ、その辺の問題が起こるっていう、ね、ことだと思います。とりあえず なんだろうっていうことで思ってることをちょっと言ってみました。ということで、またなんかね、天体事件、ね、この前の月食あったりとか、月食日食とかね、スーパームーンとかね、スーパームーン月食とかね、いろいろあって、それについてまたね、お話をしていきたいと思います。はい。それではまた。あ、チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。それではまた。